浅間道明です。浅間道明辻説法の、第2回「やばい日本を語る」第2回、今回は、この夏の、話題でありますスタジオジブリの新作宮崎駿監督の「風立ちぬ」について、リクエストもありましたので、さらっと、論じてみたいと思います。まあすでにね、いろいろな人がいろいろな角度から論じておられます。ですから私ならではの、普通とちょっと以上に違った角度からお話ししてみたいと思います。まず一番最初にですね、そのちょっと違った角度からのお話をするんだっていうのの入り口ということもありまして、一つ問いかけというのをします。ご覧になった方は覚えていらっしゃるかなと思うんですけれども、ラストシーンですね、一番最後に、夢のシーンで、終わります。主人公は、堀越二郎、史実そのままでは全然ありませんけれども、実在のモデルがいて、零式戦闘機を設計した日本の、飛行機エンジニアです。その人が夢の場面です。その人の夢の中で、カプローニ伯爵という、イタリア人の、この人も飛行機設計者で、大きな飛行機会社のオーナーだった人ですけれども、この人と夢の中の草原で、会話しております。これはこの映画の最初の方から、堀口二郎はちょくちょく夢でこの草原に行って、何度かこのカプローニさんと会って話すというのは、差し挟まれるわけですね。その最後の夢の出会いです。夢の会話です。でそこでですね、もう時代は、日本が戦争に負けた後です。戦争に負けて、国はボロボロになっている。堀越二郎は史実でもこのお話の中でも、生き残ります。で、カプローニ伯爵から飛行機設計者として一番いい時期、一番いい10年間充実して頑張っていい仕事したかねというようなことを問われるわけですけど、それはしましたと。でも最後はボロボロでしたというふうに、さすがに堀越二郎は力を落として言うわけです。でその時ですね、カプローニ伯爵がですね、いろいろ大変だったなっていう、別に非難するわけでもなく、称えるわけでもなく、やや慰めるような感じで、国を滅ぼしてしまったんだからなと、こういうわけです。でここですね、全体の中から言って、ほんの些細なところなのかもしれません。でもですね、ちょっと考えてみてください。普通に常識的に。この堀越二郎という人はエンジニアとして、ゼロ戦を作った。で今でも世界的に評価されている、当時としては第1級の名機、素晴らしい戦闘機です。もちろんそれで戦争に協力したわけですから、それについてどうなのかというふうな問いはあるでしょう。でもね、国を滅ぼしてしまったんだからなっていう、彼が国を滅ぼしたっていうふうな言い方っていうのはいろんな解釈があるだろうけど、どういう解釈してもできますかね。日本が負けてボロボロになった、で無謀な戦争を始めちゃった政治家、指導者、軍部の中の偉いさん、そういう人が国を滅ぼしちゃった、それは分かりますよね。であるいは実際に作戦を立てた参謀の人とか、具体的に軍隊を指揮した司令官とかが、下手だったから、作戦指揮がいまいちだったから、それで負けちゃったという時に、国を滅ぼしたんだからなあの人はとか君はとか、それだったら分かります。でも堀越さんはあれでしょ、ゼロ戦を作った、そのゼロ戦がろくでもない飛行機だったから日本がボロ負けしたっていうんなら、話は分かるんだけど、そんなことはない。世界に誇る日本の戦闘機です。だったら彼に対して国を滅ぼしてしまったんだから、君は頑張ったんだけど国が滅んでしまったんだからな、君は頑張ったんだけど日本の軍隊負けちまったんだからなっていうなら分かるけど、いきなり国を滅ぼしてしまったんだからって言われても困るんじゃないですか。すごいひねくれた深読みすれば、そんないい戦闘機があるからつい軍部をおごっちゃって、勝つはずのない戦争を始めちゃったんだ。で結果として国が滅んだんだ。なんとにすれば一応筋飛んだくはないけど、なんかこれはね、風が吹けばなんとやろと、そんなような方ですよね。これはよくわかんないんですよ、考えてみると。でそれについて、ちょっと考えてみようということです。でこの答えはまた最後に、出してみます。素晴らしい答えではないです。宮崎駿監督は多分考えてもなかった、近接季節の類でしょう。でも近接季節っていうのを出すっていうこと、それを補助線にして、物語、映画、そういうふうなものがいろいろ新しく見えてくる、それをきっかけにいろいろなものが視野に入って、考えが広がってくる、そういうことってあります。だからあえて、そういうようなお話をしてみようかと思ってるんです。堀越二郎が国を滅ぼしてしまったんだからなって言われるようなロジック、パースペクティブってものはあるんだろうか、あるとしたら何だろうかということです。それで、お話をそのための準備のお話をこれからちょっと延々と始めるわけなんですけど、すごい短い予告編みたいなものを、他別に流してもらってますけど、そちらの方ではですね、流してアップしてもらってますけど、そちらの方での最後でですね、今のこの話の予告編として「風立ちぬ」はどういうお話なのかっていうのはいろんな解釈があるけど、私はですねこれをですね戦闘機対爆撃機のお話だ、戦闘機的なるものと爆撃機的なるものでもいいし、いろんな言い方できますけど、そういう見方を立ててみます。まあこれだけではさっぱり分かんないでしょう。まあさっぱり分かんないようなことだからこちらも話しがいがあるわけです。ですね、この映画を見ますとね、一番最初のところでですね、主人公の堀越二郎さんは少年です。小学校高学年ぐらいの少年です。もう非常に将来トップエンジニアになりそうな頭の良さを備えてて、日本の田園地帯の田舎ですけど、ちょっとした屋敷、地主さんだかなんだかわからないけど、いい家の、息子さんだなという感じが、早くも出てます。で早くも飛行機に憧れてる、まだ子供ですから設計者というよりも飛行機乗りになりたいな、飛行機で空を飛びたいな、そんな夢を抱いてて、その通りの夢を午後のうたた寝の中で見るんです。そこから始まります。子供の夢ですから鳥みたいな飛行機ですね。鳥みたいな飛行機の端っこが羽ばたくような形で、自分の住んでいる村の上を、飛んでいく。ジブリお得意ですね、宮崎駿お得意ですね、浮遊感とスピード感のある飛行シーン。早速それが始まるわけです。でここのまでいろいろ飛んだところで、突然暗雲が立ち込めてくる。立ち込めた上空の雲の上にゴーという不気味な音がして、何か巨大な物体が姿を現す、ツェッペリン飛行船です。まあ、そこでツェッペリンという名前は出ませんけど、宮崎駿監督の絵コンテの方を見るとツェッペリンってメモってますからツェッペリンなんでしょう。一次大戦の時にドイツが、放った、まあ、それまで前からツェッペリン伯爵って人の会社が大きい飛行船を作った。それまでは布とかの飛行船なんだけど、軽い金属で囲んだ、かなり新鋭の、飛行船を作った。でそれが一次大戦で軍事利用されるんですね。どう軍事利用されるか、パリとかロンドンとかを空襲したんですよ。最初の本格的な都市空襲です。でそのツェッペリンが、堀越少年が自由に飛んでいる村の空のさらに高いところに出現する。で、いっぱい爆弾を下げてます。というか夢の中ですから、チェッペリン自身も飛行船というよりもなんか生き物みたいですね。変なヒレみたいなのがちょい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 ついていて、結構不気味な生き物のような巨大な生き物みたいに出現します。で爆弾もですねなんか生きてるみたいで、吊る下げられてるとか装備されてるっていうよりも、チェッペリンの下になんかいっぱい蚊とかハエとかがね、グワーンと軍隊で飛んでるような感じでチェッペリンと一緒に飛んできます。すごい不気味です。宮崎さんのコンテとか見ますと「爆弾虫」って書いてあります、虫みたいです。でそれでわーっていうふうに、自分の飛行機を夢の飛行機を、買っている、堀越少年はビビります。でビビって、操縦があやふやになったところで、その爆弾虫の一つと接触して、せっかくの飛行機が大破してしまう、みるみる壊れていってしまう。で、少年と飛行機は共に、墜落していく、そういう夢から始まるわけです。でここでいわば敵ですね、彼の飛行を阻む敵ですね。というのはツェッペリン飛行船と爆弾だった、つまり爆撃機と爆弾だったと、ここをまず、注意してください。で次ですね、まあいろいろあって、また彼の夢の場面というのが出てきます。で次の夢では堀越少年は、さっき、名前を出しましたカプローニ伯爵に出会います。このカプローニ伯爵という人も実在の人物で、夢じゃない現実の場面で堀越少年は、飛行機の本を読んでます。小学校高学年ぐらいなんだけど、一生懸命辞書を引きながら英語の本を読んでます。でそうするとイタリアを代表する飛行機設計者としてカプローニ伯爵のことが書いてある。でそれでおすごいなとリスペクトして憧れるわけですね。でその直後に見た夢なんで、夢の中にカプローニさんが出てくるわけです。でそれでカプローニさんがと会話をしますね。でその時ですね、カプローニさんは何してるかっていうと、最初飛行機に乗ってる、自分が開発した飛行機に乗ってる。でそれで日本の少年がなんか自分の方を見ているのを見て、おーっていう感じで飛行機から飛び出し始めた飛行機からポンと飛び降りてきます。で飛行機はどうなるかっていうと、はるか地平から大に飛んできます。彼が乗った1機じゃありません。もう大変態です。相当な数の飛行機が、何百機という飛行機が、かなり大型の飛行機が地平線の彼方に、夜の地平線の彼方に変態をなして飛んでいくわけです。で、少年も夢の中でそれを目で追う。そうするとカプローニ伯爵が言いますね。敵の町を、焼きに行くんだ。敵の町を焼きに行く。半分も帰ってこないというふうに言うわけです。つまり軍用機なわけです。爆撃機ですね。敵の町を空爆に行くわけです。一瞬ですけど、ヨーロッパ風の町が、塔や教会のある町が火に包まれている絵もちらっと見えます。でそれに対してカプローニ伯爵という人を、飛行機設計者として尊敬し、リスペクトしている、堀越少年はどう思うかというところですね。でおすごいというように単純に、感動はしてません。また宮崎駿さんの監督のコンテで書いたコメントみたいなものを引用させてもらうと、愕然とする、そこで少年は愕然とした表情をするというふうに書いてあります。だからやっぱりビビるんですね。その敵の町を焼きに行くって平気で言うカプローニ伯爵にビビるんです。引いちゃいます。でも引くけどやっぱり飛行機作りとすごい人としてのリスペクトは変わりません。これが第二の夢だ。で、カプローニ伯爵との最初の出会いの場面なんだということにちょっと注目してほしいと思います。でそれ以降もですね、ずっとお話は進んでいく。で堀越二郎少年は自分の志通りエンジニアの道を歩んでいくようです。東京帝国大学の工学部の、当時は何ていうのかな、航空工学科っていうのがあったんですかね、もうすでにね、らしきところに入って航空研究所とかで飛行機の研究とかを始めるらしいです。でその頃に関東大震災に出会って、大きな苦難をなめる。でそこで将来の恋人になる里見直子さんとの出会い、別れみたいなものが描かれるというふうにお話は進んでいくんですけれども、それから後もですね、ところどころにですね、今見た私が指摘した最初の2つの夢の場面ほどダイレクトで強くはないかもしれないけど、ちょこちょこっとこの飛行機と空に憧れて、でいつの間にか日本の飛行機エンジニアとしての道をちゃんと歩んでいく。しかもかなりエリートらしい、この人にとってやっぱり爆撃機っていうのは敵っていうと言い過ぎかもしれないけど、ちょっと違う自分と対立する存在なんじゃないかというのを思わせるような場面がそれ以降も出てくるんですよ。例えばですね、三菱重工ですね、今のね、そこに入って、早速まだ新人だけど将来を期待されるエンジニアとしての歩みを始める。で、仕事の一環としてドイツに派遣されます。でドイツは当時飛行機の製造じゃやっぱり世界の最先端行ってますね。それとも日本よりはずっと先に行ってました。でそこの世界に名だたるユンカース社という、会社があるんですけれども、そこに視察に行かされます。で行くと早速すごい飛行機があるんですね。さすが世界のユンカース社、G38っていう飛行機らしいですけれども、これは旅客機です。軍用機ではないです。旅客機で当時としてはかなり多くのお客さんが詰める。翼とかもぶっとくてでかいです。でそこに窓がついてて翼のところにも乗れるんですね。それを見ましてやっぱり日本の堀越さんや一緒に行った日本の技術者たちはすげえさすがドイツっていう感じで、それを見ます。でドイツ人たちは日本人に変なとこまで盗まれちゃ大変だ、テナント盗まれちゃ大変だというふうな形で、警戒したりして、でもやっと見せてもらったりして、それを見ます。でそこでですねなんで、日本のトップ技術者がそれ見に行かなきゃなんないかっていうと、そのライセンスを基本の特許を買うためのチェックだったんです。でこれは史実です。で買ってどうするのっていうと、日本じゃそこまでの開発できないからそれを買って真似させてもらいます。お金はいっぱい払います。でもその同じものを作るんじゃなくて、それをもとに日本の人が改良したかったんですよ。でどう改良するかっていうと、その世界最大の当時の世界で最大級の旅客機、輸送機だったG38 の改良型を作って、要するに爆撃機にしたかったんです。軍用機にしたかったんです。でこの計画はですね歴史上史実を述べますと結局挫折します。日本がせっかく買って開発改良した時にはもう時代遅れになってて、結局そのお金も視察も全部無駄だったんです。でもこの時ではまだそこまで分かってないですから、さすがドイツって感じで一生懸命勉強しようと思って見学します。でそこでですね堀越二郎氏がですね言いますね。爆撃機にするには惜しいよというふうに言うわけです。でこれだけだったら彼が戦争があまり好きではない、できれば平和のための飛行機を作りたいという発言のようにも取れますね。ここだけでは、そう解釈する人もいそうです。でもですねその後ですね彼はね、巨大な G38 ではない小さい飛行機ですね、その格納庫の中にもうちょっと小さい飛行機がやっぱりあります。そっちに駆け寄るんです。でそっちの方に目を輝かせる、G38 も確かにすごくて目を見張ったけど、おこれすげえなって感じでいく。でそのドイツ人が日本人のやっぱ変なもん変にとうろつくなと勝手に見るなというような形でまた阻んで、ちょっとトラブル起こったりする。でも明らかにそっちの方に堀越二郎は惹かれてますね。そういうところもちょっと注目したいです。でもう一つ、この辺のところで、例を挙げますとですねまたその後、そこでドイツでいろいろなものを見て、ドイツ人との摩擦とかがあったりしていろいろ考えたりして、そこから彼はですね西回り、フランスですとかイギリスですとか行って、さらに大西洋を渡ってアメリカの辺りまで全部視察して帰ってこいというふうに会社から言われます。エリートですから大優遇ですね。よく勉強してこいってことです。現実の史実だったらアメリカに何年も滞在してるみたいですね。でも映画の方じゃその辺は描かれません。ただドイツをたって、ヨーロッパらしい個室がある列車で、夜のヨーロッパをバーッと走っていく、そういう場面が出てきます。でそこで多分うたた寝したってことなんでしょう。夢を見ます。で久しぶりにカプローニさんが夢の中に、現れます。で夢の中のカプローニさんはどうしてるかっていうと、今度もまた飛行機に乗って飛行機を飛ばそうとしてます。でところが今度は軍用機なのかな、また敵の街を焼きに行くのかなと思うと、いかにも、敵の街を焼きに行きそうな爆弾いっぱい詰めそうなでっかい飛行機なんですけど、中に乗ってんのは、女の子たちです。見るとおばさんたちもいます。男もいて、みんなでわーわーはしゃぎながら、飛行機乗って、大騒ぎで野外パーティーやってるの、そんな感じです。でカプローニさんももうニコニコしてすごい楽しそうです。で何なんだっていうと、私はそろそろ引退するから最後の引退前に、はしゃいでんだ、でこの飛行機はっていうふうに見ると、これは軍に収める爆撃機だっていうふうに言います。しかし本当は軍に納品するんだからこんなことしちゃいけないんだけど、最後だから楽しもうということで、職工の家族もみんな呼んできて乗せて遊んでんだと、いうことを、言うわけですね。でここでもまた爆撃機っていうのが出てきます。で堀越二郎はそれに対してどういう反応をするかっていうと、爆撃機だから嫌だっていう顔はそんなにはしません。でもカプローニ伯爵がですね同じ飛行機設計者の後輩に対して「どうかね」っていう感じで問うと「壮大です」って言うんですね。なんかちょっとそっけないです。褒めてはいるんだけど、確かにでかくてすごいですねっていう、セリフは庵野秀明氏が声優をやっていて、わざとオタクっぽくそっけなく、感情がこもってる時も、なんかそっけないってキャラですから、そっけないから気がないんだっていうのはちょっと早計かもしれないけど、この部分はちょっとカプローニ伯爵ほど乗ってないって解釈すべきだと思います。壮麗です。ローマの建築物のようですっていうんですね。これはどういうことなのかっていうと、あえてここを深読みしますとね、日本人から見てローマの建築物、でっかいですね、大水道橋とかね、でっかい浴場とかね、テルバイロマイとか出てきますね。あれどうですか、ギリシャの彫刻やああいうのとかね、あるいはキリスト教会のゴシックとかああいうのに比べて、ローマのあれってのはすごいけど大味じゃないですか、アートとして。なんか芸術よりも土木工事が好きだった民族って感じがするでしょ。まあそれはそれで偉大だけどさ、なんかすごい巨大なゼネコン、世界中に残るゼネコンって感じしません、ローマ帝国って。そういうニュアンスっていうのがこの堀越二郎のカポローニ伯爵への答えとしてあるんじゃないか。古代ローマと今のイタリアとは連続してませんけど、一応同じ土地ですから、イタリア人っていうのは俺たちローマ帝国の末っていう変なプライドがあります。だからそういうふうに言われたっていうのは嬉しかったかどうかは知らない。でも堀越二郎としてはすごいけど大味っすねという感じがないでしょうか。どうしてその辺をなんで私はそう思うのかって言いますと、そこでまあカプローニ伯爵ともう少しいろいろな問答をするんですけど、カプローニ伯爵はピラミッドのある、社会とない社会とどっちがいいと思うかねというふうにまた堀越二郎に問いかけます。で、ピラミッドのある社会っていうのは、このピラミッドはうちは飛行機ってことの例えです。で、飛行機は呪われた夢だ、軍事利用される、で多くの人間を殺す、そういうものだ。で、私の夢っていうのはそういう夢でもあるんだ。でも私はそういうこと、暗黒面があってもそれを取りたい。飛行機のない社会は嫌だ。そういうような形でピラミッドのある社会を私は選ぶよ、君はっていうわけです。それに対してまあそういう意味なら私も選びますっていうふうに言うのかなと思うと、そう言わないですね。僕は美しい飛行機を作りたいと思いますっていうふうに言うわけです。うまくなんていうかかわしたというか、受け止めながらずらしたとか、そういう答えですね。で、なんていうのかな、日本人的だなって気がします。いい意味でね、まあ、悪い意味でもあるのかな。つまりそういうのは呪われてるかもしれない暗黒面もある夢、それにかけるっていうのはイタリア人のカプローニ伯爵としては、そのローマ帝国みたいなでっかいもの、すげえものっていうのを作る、そういうイメージなんですよ。でそれに対して堀越二郎にとっては、まあ、飛行機ないのはそれは嫌だよと。自分の作る飛行機が軍用機になることが自分だって知ってるけど、それでも作りたいっていうのはカプローニさんと同じだよと。でもあんなでっかいもの作りたくないからな、僕はな、美しいものを作りたいんですよっていうふうに、論点をずらしてるんですね。でこれもよく考えると、その大きな飛行機っていうのは爆撃機につながってきます。で実際にカプローニ伯爵の会社カプローニ社っていうのは初期の爆撃機をいっぱい作って、イタリア軍に納入してます。それに対して自分も飛行機作りたい、けれどそれが軍用機であっても飛行機作りたいけどあれじゃないんだよねと。でそれまでに、食堂で食べるサバの骨を見て、その曲線美に、おーって感じでなんか夢中になっちゃって、夢の中入り込んじゃって、こんなの作りたいななんてこと言ってる、そういう堀越二郎が描かれます。それは爆撃機じゃないんですね、きっとね。でこれは爆撃機が多くの人を殺すとか、そういうだから嫌じゃないんです。自分の美学じゃねえよ、どう見てもカプローニさんはいいけど俺別のもの作りたいんだよ、そういうところですね。その辺のところを、私はちょっとずっと気になってしまったんです。そう考えると他の何気ない場面というか、他の普通の基本設定もあれと思うものに見えてきます。このお話の中にですね、本城亀楼という人物が出てきます。でこれは堀越二郎のちょっと先輩ぐらいにあたるのかな。彼より早く三菱重工に入っていて、その東大の工学部の、同期っていう先輩ですね、一緒に研究していた仲間です。で同じ会社に入ります。で非常に仲がいい親友ですと同時に、共に技術者としてライバルです。そういう良きライバルで親友として出てきます。ところがですね、この人はですね、まあ、ここで今ストーリーあくまでもフィクションの話をしているから現実に史実はどうだったのかって入れるっていうのは本当は良くないんですけど、あえてちょっとヒントとして、あえて史実を言いますと、この人も実在します。この人も史実上の 実在の人物です。一色立光っていうような、やっぱり日本軍の誇る名飛行機を設計した超一流のエンジニアです。でこの2人が仲は良くなかったというふうに宮崎監督は言ってます。腰抜け愛国談義っていう半藤和俊さんとの対談、すごい小ネタが、まあ、小ネタっていうかな、小ネタっぽいんだけど非常に重要な発言がいっぱいある非常に面白い本でしたけれども、この中で、現実にはほとんど会話なんかしたことないんじゃないか、仲は良かったとは思えない、でもお話の中ではまあフィクションだから親友にしちゃいましたっていうふうに宮崎さんは明らかに言ってます。でこの2人ですね、まあ現実に親友だっても親友でなくてもいいんですけれども、この本庁って人は、作ってる飛行機が堀越二郎とは違います。爆撃機なんです。一式立光っていうのは、立光の子は攻撃機、日本では爆撃機って言われて攻撃機っていうことが多かったんですけれども、敵の船とか敵の都市とかの目標に爆弾や水雷を落とす爆撃機です。そちらの方のエンジニアなんですよ。でそれに対して、堀越二郎は、ゼロ戦、またゼロ戦の、前のタイプになるいくつかの飛行機を作るわけですけど、それはみんな戦闘機です。爆撃機じゃなくて戦闘機の人なんです。で戦闘機の堀越二郎と、爆撃機の、本庄二郎、この2人は現実では仲が悪かったらしい。で、お話の中では親友ではあるけれども、やっぱり対立関係っていうかライバル関係っていうのははっきり出てきます。ここですね。その辺りをずっと、見まして、私はこの「風立ちぬ」というお話を、戦闘機対爆撃機っていう構図から見れるんじゃないかというふうに、思ったわけです。でもうそれはまあ分かったけど、だから何なのっていうふうに、思われると思います。でこれが実はわーっと引いたところに行くと、まあ、私のいつもながらの大ハッタリに入っていきますけれども、堀越二郎氏は単に趣味の問題として自分の美学、ローマの建築物よりもサバの骨みたいに綺麗なのを作りたいんだって、それだけで突っ走ってそこまで行くからすごいんですけど、まあそういうことでこれ以上先は意識してないでしょう。でも戦闘機と爆撃機の意味っていうのを、世界史の中で思想史の中で考えてみると結構深いものがあるんです。どういうことかっていうふうに言いますと、カプローニ伯爵、ずっと出てきて実在人物だって言いましたけど、このカプローニ伯爵の工場にですね、軍用機を作るからイタリアの軍部の方から監督官が来ます。まあいろいろ調整したり軍の方のあれを伝えたり、するために必要ですからね。でその監督官が、ジュリオ・ドーエという人です。ちょっと細かいところは調べませんでしたけど、その時少佐ぐらいだったかと思います。19世紀の半ば過ぎぐらいに生まれて、イタリア軍の技術将校として自動車部隊を導入したり、バイク部隊、オートバイ部隊を導入して指揮したりしてきたイタリア軍の技術将校です。で、飛行機ってものが誕生して、ライト兄弟が発明して、それからだんだん用途が広がってくる、飛行距離、能力も機能も増大してくる。当然軍事利用が考えられます。各国懸命に軍事利用のために飛行機を取り入れて開発を進めます。で道英さんはその担当じゃなかったんですね。だから自分自身飛行機で空中戦とかやってないはずです。この人担当じゃないんだけど、やっぱりずっと技術将校をやってた軍人として、飛行機はすごい、この飛行機は今みんな一生懸命利用法を考えてるけど、そんな短期的なすごさじゃないんだと。今後戦争を全く変える、戦争はもうこれから飛行機中心になる、陸軍海軍なんて言ってたけど、陸軍海軍の両方とも霞む。これからは、陸軍海軍の戦いを飛行機が援助するじゃなくて、飛行機そのものが軍隊というか戦争の中心になるんです。だから空軍っていうのを独立させなきゃならない。今アメリカでも何でも日本で航空自衛隊ってありまして、アメリカ空軍ってありますけど、当時空軍なんて発想した人はほとんどいません。まあ世界中でちょこっと出てきたばっかりで、その一人がこのイタリアのドーエさんなんです。だから日本は戦前は陸軍海軍で空軍ないです。アメリカもないですよ。ただ結構独立して空軍を動かせるようにしましたけど、でもアメリカもないです。戦後、戦争が終わってようやく陸、海空になるんです。イギリスは早かった。イギリスが一番最初に陸軍海軍と別に空軍作ります。でそれをすぐ追っかける形で、イタリアで、空軍が独立します。そういうのイタリアの、空軍重視の急先鋒にいた、指導者、なんていうかな、理論指導者といいますか、理論家がこのドエ少佐だったわけです。で、今言ったように、カプローニ伯爵と仲良かったかどうかまだそこまで私は知りません。でもカプローニ社と密接な関係のあった人なんです。でこの人がとにかく飛行機で戦争するようになると全部全て変わるって言ったのはどういうことなのかってことをちょっと説明します。ですね、戦争、敵の町を焼きに行くって言ったらその町がこうありますね。これは首都です。首都だと思ってください。日本だったら東京、アメリカだったらニューヨーク、チャイナだったら北京ですね。そういうロンドンとかパリとかソウルとかモスクワとかに首都です。で首都があって、首都がすぐ国境があるなんて国もなくはないですけど、大きい国だったら首都から国境から離れてるんですね。で、戦争っていうのはどこでやるのかっていうふうに言いますと、古代からねずっとこの中間のどっかでやるっていうのが基本だったわけです。全てとは言わんけど、この辺でドンパチやるんですよ。だから例えば戦国時代は日本の中にいろんな国があったようなもんですけど、武田信玄っていうのは甲府の人ですよね。今の山梨県の領主ですよね。上杉謙信っていうのは越後で新潟の人ですよね。で陵侑はいつも盾激突した。どこで激突したかというと川中島で激突した。川中島っていうのはあれは長野県です、今で言えば。だからどっちの領地からも離れた中間のところで激突するという、そういうものなんですよ。で関ヶ原の戦いだって、長篠の戦いとか桶狭間とかいろいろありますけれども、みんなそれぞれの、信長だったら後期は岐阜とか安土にいたけど最初は名古屋の人だよね、あの人はね。いろいろあるわけだけど、家康だったら江戸とかあるわけだけど、そこから離れたところで両軍がくっつかれた。でどっちかの方が完全に敗走することになって勝敗は決まる。片方が降参して後で交渉、領土をよこせとか、賠償金を払えとかなんだかんだということで次。だから戦争というのは中間のところで行われるわけです。で戦国時代の話なんかしちゃいましたけど、日露戦争なんていうのを考えても対馬沖の日本海海戦、満州での奉天海戦、つまり東京にいたらもちろん戦争のニュースは入るし、みんな戦々恐々でしょうけれども、東京にいて弾が飛んでくることないんです。でまして巨大なロシアのモスクワとかペテルブルクにいて弾が飛んできたり、日本の船とか大砲があったことはありえないわけです。それがずっと続いてますね。ナポレオンの時だってワーテルローなんていうのはフランスの端っこのノッカーです。プロイセン・フランス戦争とか19世紀終わりの20世紀になってからの、一次大戦の前ぐらいまでそうなわけです。でこれを考えると単にそれはそういうもんだろうと。もちろん首都に攻め込まれて皆殺しになるとか燃やされるってありますよ。でもさ最後ですよ。負けに負けてここまで来られちゃった、もうおしまいの時ですよ。そうじゃない限りは首都だと離れたところでやるわけです。そう考えると何が重要かっていうと、戦争を始めた、国のトップ、大統領ですとか王様ですとかいろいろいますね。そういう人たちっていうのは大体首都にいます。首都に王宮があったり、ホワイトハウスがあったり、いろいろしてそこにいるわけです。トップの政治家とかっていうのは。で軍のトップね、場合によっちゃ結構前線まで出てきて司令部を作ることってあるけれども、本当の軍の参謀部とか、トップの将軍とかっていうのは首都の方にいてそこから全軍を指揮しているっていう場合が多いでしょう。そうなるとその人たちっていうのは直接弾飛んでこないわけですよ。だから、なんていうのかな、これは誰が言った言葉だったっけな、バートランド・ラッセルだったかな。戦争始まったら、まず大統領とかその周りの大臣たちで、それと将軍のトップの人たち、その人たちは全部息子を最前線に、徴兵して出すという、そういう法律を作りなさいと、そうすれば戦争はなくなりますって言った人がいます。裏返せば戦争始まった時に勝つか負けるか分かんないけど、とりあえず自分のところに弾は飛んでこないって人たちが戦争を決定する最高責任者だと。いうことってのは基本だったわけです。それがですね、第一次大戦から第一次世界大戦にはまだ予兆が見えただけですけど、ひょっとしたらこれからは違うかもしれないとなるわけです。どうしてかっていうと、航空機の登場です。第一次世界大戦の前あたりから飛行機はそろそろ軍用に使われて、イタリアはなぜか使うの早かったですね。1911年対トルコ戦争でリビアのトリポリを空爆して、なんてまあ可愛いもんで手榴弾をいっぱい詰め込んでって、敵の軍が上からボンボンと手で投げてた。嘘みたいな話ですけど、本当に写真が残ってますから、本当にそうなんでしょう。でもそんな時代はすぐに過ぎて、すぐ空爆っていうののテクノロジーは発達してきます。でも一次大戦の時はまだまだです。だからさっきのカプローニ伯爵が敵の街を焼きに行くってのは一次大戦で、あれはオーストリア・ハンガリー帝国のトリエステとかあの辺、とかウィーンとかあの辺に行ってるんですね。でもね、実際大して死んでません。本当に手榴弾に毛の生えたのを落とすぐらいで、むしろビラを大量に撒いて、宣伝ビラを撒いて、それがおよくやったって英雄になるとか、そういう世界ですからね。まだまだ可愛いもんです。でも可愛いもんだけど、軍人たちの中で先まで見る道英みたいな理論家は、これから進んでったらどうなんのと思うわけです。でそこで道英が言ったのが、今後の戦争の一番理想的なモデルっていうのは、はい、宣戦布告、戦争始まりましたってなったら、まず航空大編隊を敵の首都の上まで届かせる、それは全部爆撃機です。で一刻も早く敵の首都の上に行って、とにかく爆弾をひたすら降らせる。もう軍需組織とか民間人はどうのとか言うなんて、そんな暇はないです。とにかくひたすら降らして敵の首都を燃え上がらせる。でこれをやれば、ここには前線の兵隊とか兵隊たちを指揮する司令官とかじゃなくて、トップがいるんですよ。王様とか大統領とか、将軍とかがいるんですよ。将軍とか参謀たちがいるんですよ。それが上からわーっと火の雨が降ってきたら、はいもう降参でこれで戦争終わります。そう単純じゃないかもしれないけど、一番の基本形はこれからはこうなっちゃいますってことを道英将軍は言ったんです。でこれが戦略爆撃という思想です。これはですね、こういうことを言う人っていうのは、さらにその空軍を独立させろとは全く新しいことを言う人っていうのは組織の中では弾圧されます。道英将軍もろくな目に遭ってません。左遷されたり降格されたり。でアメリカ版の道英将軍であるビリー・ミッチェルって人がいるんですけど、この人なんかも変なこと言って軍が決まってるって言って軍法会議かけられたりしてます。しかしですね、彼らはやっぱり預言者だったんですね。だんだん戦争っていうのはそっちの方向に動いてきます。でも動いていくけど結構かかりますね。一次大戦がそんなもんで、二次大戦の前哨戦のあたりで敵の首都に編隊を組んでいって火の雨を降らせるっていう戦法は使われ始めます。パブロ・ピカソに有名な「ゲルニカ」ってがあります。あれは本当はどういうふうに解釈すべきかいろいろ説あるんだけど、一般的に言われてるのはスペインのゲルニカって町が空爆された、でその悲劇を、起こったピカソが描いた、告発した、そういう絵だというふうに言われています。でゲルニカの町の空爆っていうのは、当時スペイン市民戦争、スペイン内乱っていうのがありまして、スペインを共和国にしようとする、政府、その中でも、普通の共和派、社会主義派もソ連的共産主義派とか反ソ連トロツキー派とかアナキスト派とかがごったになって政府をやってた。だからどうもうまくまとまりません。でそれをぶっ潰そうときたのがフランコ将軍という軍人です。それが一種の軍事独裁国家を作ろうとした。それはそれでうまく収まるにはそっちしかない。結局フランコが勝って、それから後のスペインっていうのは言論の自由とかなかったけど、結構経済発展しますから、結果的にはフランコ正しかったのかもしれません。でもその時には、やっぱり自由主義で民主主義で社会主義の方を応援しようということで、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連、そっちの方はみんな共和国側に同情的でした。でも裏がいろいろ大人の世界でありまして、同情的だけど金はねとかね、武器はねって感じで、ちょっとみんな引いてた。そこで「いや俺は正義のために生きる」っていう人たちがいて、ヘミングウェイ、アーネスト・ヘミングウェイですとか、アンドレ・マルローですとか、そういうふうな人たちですね。ただためにただ金が鳴るなんていう小説がありますけど、義勇軍として、そういう知識人とかが一斉に応援に行ったりして、ソ連は結構気合い入れて武器とか提供したりしてます。で対するフランコ軍の方は誰が応援したかっていうと、そろそろ、地方を固めて力を持ち始めてたナチスドイツです。それとイタリアのムッソリーニファシスト政権です。ムッソリーニとヒトラーがフランコの肩を持った。だからファシスム対民主主義社会主義の戦いの前哨戦ってとこがあったわけです。でゲルニカという町を、空爆したのはそのフランコなわけです。だから背後にいたのはヒトラーとムッソリーニで、ドイツ製イタリア製の飛行機が空爆しました。そうするといかにも相当な悲劇だったように思えるけど、で実際死んでますけど、今から思えば少なく見て数百人、多く見ても数千人の犠牲者って言われてます。まあ広島長崎を知ってる我々からしたらね、それでゲルニカですかって思うんだけど、その辺りからそろそろ始まります。でそれに続くのが日本の重慶空爆です。豊洋空爆、太陽海を渡って爆撃するってやつで、東シナ海を渡ってチャイナの南京とか重慶とかを空爆しました。特に重慶空爆は無差別絨毯爆撃で、最初は軍事施設だけ狙ってたんですよ。当時の飛行機ピンポイント爆撃ができるのは精度良くないですしね。それに敵に見つからないのに夜行くとどこがあるとこだか分かんない。でも最後はもう無差別爆撃になります。で数万死んだという説もあります。でも南京大虐殺と同じでちょっと誇張ありますね。何人死んだか分かりません。万ぐらいは死んでるかもしれません。死んでそうですね。そういうあたりから始まるんですけど、実はまだまだ道栄さんの思想がこれで実現されたとは言えません。なんでかっていうと、そのゲルニカの爆撃はそんな初めてだから衝撃的だったけど、成果としては大したことないんですよ。でそれでファシスト側が圧勝したってわけじゃない。最終的には勝ちますけどね。で日本も重慶や南京爆撃したから日本が日華事変で圧勝したかってそうじゃないです。当時のチャイナは中央集権政府がないですから、南京占領した、大虐殺があったとか知りませんけど占領した。で当時日本人はみんな「ああ戦争終わった、チャイナ負けた」って言って万歳したんです。提灯行列したんです。ところが蒋介石一派は脱出してまして、もっと奥の重慶の町行って「あこれからここ首都ね、ここ中華民国の首都ね、負けてないもんね」って言って「は？」って感じなんだけど、まだ政府が固まってないからね、東京とかニューヨークみたいな首都がチャイナにあると考える方がおかしいんですよ。そんなことであんまり効果なかったんです。だから道栄さんが言った最初にグワーッといって敵のトップも住んでる、また一般市民たちも住んでる、文化人なんかこの首都にいるでしょ。そこにガーッとやれば向こうが降参して戦争終わり、には程遠いわけですね。そういうところまで行った戦争っていうのはいつなのかっていうと、もっと後で、これも道栄さんの理論とはだいぶずれますけど、第二次大戦、日本では大東亜戦争、太平洋戦争っていう戦争ですね。でこの時にアメリカはね、日本に対して物量でどんどん押してきますけど、それでも随分手こずりました。で最後の決め手があれですね、B29 です。それまでに B17 っていう飛行機をヨーロッパ戦線に出してまして、これが空爆用の飛行機です。で、ドイツのドレスデンっていう都市をこれで完全に焼き払ってます。相当数の数万人、10万人、またこれも人数のよくわからない膨大な犠牲が出てます。でそれと同じ頃に日本でやったのが東京大空襲ですね。その前の年あたりから都市空爆が始まってましたけど、東京大空襲は本当に焼夷弾で、紙と木からできている日本の街を完全に焼いてしまった、1945年3月10日ですね。これはですね、さすがに日本への打撃っていうのは半端じゃなかった。でその後日本の首脳部はむちゃくちゃ揉めまして、結局2ヶ月後に鈴木貫太郎内閣が成立してます。これが成立した時に日本はもう負けるの覚悟してます。どのように降伏条件をやるか、どのように降伏に進めるかのための内閣なんです、鈴木貫太郎内閣。で何がそんな一番痛手だったか、まあもうすでにミッドウェーで連合艦隊がないし、いろんなことで飛行機ももうなくなっててっていうのはもちろんだけど、最後の決定打は東京大空襲です。でその後に広島長崎ですね。だから戦争を少しでも早く終わらせるために広島の長崎やったんで、あれは必要だったんだっていう人がアメリカ人なんかにはいます。でそれはやっぱり大空襲のやってる後だから、それは言いがかりでしょうと、やっぱりあれは一種の人体実験でしょうっていうのは説得力っていうのはこの辺です。もちろん向こうにもいろいろ言い分あるし、いろんな説はあります。ちなみにドイツのドレスデン空爆っていうのも、もうナチスドイツは崩壊寸前でした。あれがなくてもよかったでしょう。ですからそれによって、決定打が下された、首都大空爆によって、戦争が終わったというのは、東京大空襲がその辺の時点では一番近いです。でもね、昭和16年に戦争始まって、あれは昭和20年初めですからね、結構後の段階でやってるなというのがあります。道栄さんの言ってる「まず最初に」っていう、それではないです。でしかしやっぱり道栄さんのこの発想っていうのは、いろんな意味で、全てじゃないけどいろんな意味で正しかったんですよ。どうしてかっていうと、その後どうなったか、第二次世界大戦が終わった後の戦争はどうなったかっていうと、小競り合いは絶えずあります。まあ、今もシリアでやってますね。小競り合いの大きいのでの朝鮮戦争、ベトナム戦争っていうのも何年も続いて、大規模な犠牲が出ました。膨大な犠牲が出ました。でもそれはあくまでも形としては朝鮮の内戦、後ろにソ連とチャイナとアメリカがいたにしても内戦、ベトナムも実際アメリカ軍がいて、ソ連の顧問がいて、だけどやっぱりベトナムの北と南の内戦なんです。先進国同士が第三次世界大戦を起こす、これは2回世界大戦あったのが次あるだろうって誰も思うわけで。戦争終わってから10年20年ぐらいの時の SF の未来の話だったら、絶対第三次世界大戦が出てきます。まあ素晴らしい未来都市とか宇宙旅行のできる世界ができている、第三次世界大戦の惨禍を乗り越えた後でできてなんていう記述があるから、もうかなりの確率でこれ来る、いつか来るなと思ってたんですよ。ところが来なかったですよね。まあ、今後あるかもしれないけど、それと当時冷戦の真っただ中に予想された形では来なかったんです。アメリカとソ連、アメリカとチャイナ、チャイナとソ連やんなかったんですよ。なんでかってことです。でこれは道栄さんの予言が裏返しで当たったんです。つまりもしあの状態で戦争を始めたら、まず核ミサイルを敵の人にぶつけるでしょう、北京にモスクワにニューヨークにロサンゼルスにぶつけるでしょう、でこっちもやります。だからどっちが早い方が勝つわけで、相互認証破壊なんていうふうに言うんですけれども、それでどっちも両すくみになっちゃった、両すくみ三すくみになっちゃった。で結局そういう戦争は起きなかったんです。それはつまり、次に戦争が起きたら道栄さんが言うような戦略爆撃でいきなり首都、その国の中心に攻撃が来る、それはたまんない。どうやって防ぐのか、いや防いでもまた来るかもしれないってことで、みんな結局戦争しなかったことは、道栄さんの理論がこれからの戦争はそうだよってのは正しかったってことなんです。まあ、ちなみにこの戦略爆撃の戦略って言葉について簡単に説明しておきますと、戦術に対抗する言葉です。術と略ですね。戦術っていうのはですね、個々のバトルに勝つ術です。つまりバトルに勝つテクニック。だから例えば真珠湾攻撃作戦、とかね、日本海海戦とかね、法典海戦とかね、その時こういう海があって船を呼ぶ、こういうどうすれば勝てるか、こういうのっぱらでこっちの軍隊こっちの軍隊これくらい、軍隊の中で騎兵とか、砲兵とかどれくらいのバランスでこうなってる、でそれにどうすれば勝てるか、こっちから回り込めばいいとか正面から割るとかいろいろあるわけです。本当にあったとか知りませんけど、東郷ターンの T 字戦略とか、ああいうのは戦術です。なんでかっていうと、そこで勝つために知恵を絞ってうまくいけば勝てるんですけど、勝ったから日露戦争に勝つとは限らないわけです、でも現場の司令官はそこで勝つってことが何より必要ですから、そこで戦術っていうのが大事になります。でそれに対して戦略は、個々の戦術を超えたところでどうすればロシアに勝てるのか、太平洋戦争、大東亜戦争だったらどうすればアメリカに勝てるのか、どうすれば日本を降伏させられるのか、それが戦略です。でそれの中には個々の真珠湾ではどうだった、アリューシャンのあっちの方ではこうなってた、ニューギニアだかガダルカナルではこうだったってのは、あくまでもその海概念になるわけです。でそれぞれで勝っても負けても全体としてどうなるか、それを考えるのが戦略です。だから同英の場合、飛行機で個々の戦いで敵の軍隊の方に爆弾を落とすとか、そういうようなのはあくまでも戦術にすぎません。そうじゃなくて敵の軍隊とか敵の展開してるのをどうこうじゃなくて、敵の首都にいきなりやってってのは戦争全体を終わらせるって話ですから、戦略爆撃なんです。それは当然民間人を、巻き込みますね。でもそれは結局戦後先進国同士の戦争は起こらなかったという形で、ある意味正しさが実現した。そのイラク戦争とかそういうのはどうなのか、結構戦略爆撃の実現じゃないかって言われますけど、アメリカ地上戦もやってますからね、純粋ではないです。アフガンのタリバン政権を 9.11 の後にアメリカが攻撃してます。あれは結構模範的な同英理論なんじゃないかなって気がします。なんでかっていうと地上戦でやってないんですよ。当時のタリバンはアフガンの中では完全支配してましたけど、高射砲とかミサイルとかないですからね、アメリカの今の最新鋭爆撃機がいったら届かないんですよ。だからひたすら落としてタリバン政権は崩壊した。で周りで、後釜狙ってた北部同盟がガーッといって、政権交代した。あれはアメリカ軍地上戦やってませんから、戦略爆撃って言えるかもしれません。そういうの思想がこのイタリアの同英、カプローニ伯爵のお友達だった方であろう同英という人が考え出したことなんです。でところがですね、それで宮崎駿の話に、カデタチヌの話に立ち返るんですけれども、そういうふうな戦略爆撃のいわばお家元であるイタリアに対して堀越二郎は憧れながらも距離を持ってる。で戦略爆撃はボレーやったわけじゃないけど、やっぱりチャイナへの爆撃する一立航機を作った本庄に対して、本庄幸男とはライバルだった。で実際チャイナを爆撃する場面が一瞬あります。夢なのかも、夢っていうか将来の予想なのかもしれないけどあります、そういう場面が。でそれはやっぱり本庄の飛行機なんです。堀越の飛行機では、ないんです。でそれに対してなんで、堀越二郎はそれとは別の側にいるんだ。でこれもね、普通にね、宮崎駿って人が憲法9条を守ろうとか、基本的に戦争は良くない、反戦っていうことを言ってる人だってことを考えると、それはやっぱりどっちも人殺しの機会だけど、民間人を巻き込んで大量虐殺をやる爆撃っていうのをあまりはつかないってことなんじゃないのって思うかもしれません。それはないとまでは私は言いません。でもそういうともっと違う考え方をしないと、面白くないんじゃないか、それに風立ちぬっていうのは分かんないんじゃないか。だったらただ唖然とするだけで堀越二郎に戦闘機は作る、戦争の飛行機はそれは作りたくないとは言わないけど、たくさんの人が死ぬのは嫌だなとかね、普通の民間人まで巻き込む戦争をするのかいとか、そんなセリフがあっても良さそうじゃないですか。全くないですよ。一体何なのかということです。でそれについてはですね、ちょっと違う方からの話をここでしてみましょう。松本零士という漫画家がいましてね、もうキャリアの全部長い人ですね。最近は新しいヒット作はそんなないかもしれませんけど、昔の作品の「キャプテンハーロック」が映画化されるとかして、今でも人気は衰えてません。過去の人になっていません。でこの人が今から40年ぐらい前に、たくさん書きましたね、コクピットシリーズっていうのがありまして、シリーズっても主人公が同じとか話がつながってるわけではないです。みんな戦争漫画、短編の戦争漫画で、舞台はほとんど、第二次世界大戦、ヨーロッパでドイツ軍やイギリス軍が出てきたり、あるいは日本で、ゼロ戦とか立航機とか、そういうのが出てくる、そういう戦争漫画です。で、宮崎駿さんとある意味似てるところがある。兵器が大好き、兵器、戦闘機、戦車、そういうものがひたすら大好き、銃とかも、ガンも大好きだから、そういうのの描写っていうのはすごいかっこいいです。精密でかっこいいです。でもじゃあ戦争好きなのかっていうと、好きでだとは思えない。いや戦争好きですね、バトルは好きですね、きっと松本零士はね。でもナショナリズムの匂いがほとんどない、愛国のために戦う、それで負けてったんだとか、そんなような話じゃないんですよね。で反戦っていうのもないですね。戦争の悲惨さの時には描かれますけど、やはり戦争は良くないって結論になることはありません。話の源じゃないんです。じゃあ何を書きたいのか松本零士はということですね。それを象徴する、まあ、どの話もみんなノリは同じなんですけど、非常に象徴するお話を一つ紹介しますと、成層圏気流っていうのがあります。ザ・コックピットって今文庫、漫画の文庫になってて、絶版になってもブックオフかアマゾンで買えるでしょ。第4巻に入ってますけどね。でこれはまさにね、この戦略爆撃に背を向けるお話です。主人公は何つったかな、コックピットってのはこんなような本なんですけどね。成層圏気流、ラインダース隊、ラインダース隊っていうのが、主人公です。もちろん完全架空の人物です。この話全体が架空で、どっちかっていうと第二次大戦を舞台にした SF だと思ってください。このラインダースって隊はナチスドイツの、軍人です。で戦闘機乗りです。爆撃機じゃなくて戦闘機乗りです。で、日本にもゼロ戦パイロット坂井三郎ってありますけど、撃墜王です。負けたことのない撃墜王です。でその彼が新しい任務を命じられます。でもうドイツはもうボロボロで負ける直前です。で新しい任務は何かっていうと、巨大な飛行機をペーネミュンデまで飛ぶから、それを戦闘機で護衛してくれ、連合軍が落としに来るから護衛してくれと、そういう任務です。その巨大な飛行機っていうのはドイツにはないアメリカの B17 です。巨大爆撃機ですね。まあそれをドイツ軍がぶん取ったって史実もないから、ここからもフィクションなんだけど、B17 空の要塞って言われた。日本に、東京大空襲や原爆を落とした B29、 あれは空の超要塞って言われた。 B って何なのか、私はずっとボーイングだと思ったんですけど、違うんですね。あれボンバー爆撃機と B です。でそれをドイツ軍がぶんどって、ペーネミュンデまで重要な、何かを運ぶ飛行をする。でそれを護衛してくれっていうふうに、このベンダーズ、隊員が命じられる。でそれ何が乗ってるか彼は知ってしまいます。で彼は飛行機乗り、軍人になって飛行機乗りになる前に大学で物理学の原子物理学の研究をしていた。でその時の先生、師匠の先生が乗ってるんですね。でかつての彼女だったのが人がその先生の助手になってやっぱり乗るんですよ。でそれでも分かってしまいます。世界に先駆けて密かに開発した原子爆弾が乗ってるわけです。しかも行き先はペーネミュンデです。ペーネミュンデって何かっていうと、これは史実ですけど、世界最初の長距離弾道弾、ドイツからロケットを発射させてロンドンに落とす、今の大陸間弾道核ミサイル、あれの原型ですね。もちろん今よりはずっと性能を劣るけど、当時だったら最高です。だからロンドン市民っていうのはもう当時ビビりまくったみたいです。だって戦闘機だったら音が聞こえてくる、音速超えてますから、はっと気づくとドカーンって後からキューンと音が聞こえてくるんですよ。ただ押村区はというか、ドイツってどうしてなんかこうなのって感じなんだけど、火薬とか爆薬とかあんまり詰めなかった。だからバーンとぶち当たっても数人とか10人ぐらいが死ぬのがせいぜいなんですよ。でも王宮の近くのプールぶっ壊したりしたから、ビビることはビビったんですよね。そこにその物理学者とその助手を運ぶ巨大飛行機が行く。連合国が当然落としに行くでしょうから、それを守るのが戦闘機乗りのベンダーズの任務です。で敵はベンダーズと何度も空中戦をやった、いわば敵ながらあっぱれというか、敵ながらライバルというか、どっか友情を感じているようなイギリスのスピッツファイヤーの連中が向こうから来ます。でそこでですね、彼は守らなきゃいけないんだけど、突然機銃を停止させちゃうんです。守るのをやめちゃうんです。敵の撃つままにしちゃうんです。でビューティーならば炎上して、で彼の師匠と恋人ボロとも炎の中に包まれて落っこってくるんですね。で怒っていく時にその最後の今の言葉でその師匠が助手に言います。やつはやっぱり分かってくれたんだなって言いながら死んでいくわけです。でそれで落とされた後に敵の飛行機がいますね。そう落とした、その敵の飛行機にもう真正面から向かっていって、彼の技術の最善を尽くして全員あっという間に落としてしまう、そういう話なんです。でこの場合ですね、彼はその最初の原爆というのが発射されるっていうのが許せなかった。だからそれを葬った。自分の恩師と恋人を殺してでも葬った。一体何でか。ここでね、普通のさっき言った反戦とか平和とかのあれだったら、やっぱり核兵器で膨大な人間が殺せられるっていうのを彼は許せなかったんだとかね、核の時代の恐ろしい時代というのをこさせたくなかったんだ、来ちゃうだろうけどせめて今自分のできる限りはそれをかばみたかったんだって考えるでしょう。でも違うんですね、多分ね。このセリフをいろいろ見ますとね、そういう話ではねないんですよ、これは。どういうことがねでどういうのがね出てくるかっていうふうに言いますとね新しい爆撃機がどんどんできてくる。アメリカもすごい巨大なのを作ってる。でドイツもそういう V2 ロケットみたいのを作ってる。でそういうのも聞いてもうそういう時代だなと。俺も本当は戦闘機能としてそっちの方が力を発揮できるんだなんて話だから、でも嫌な時代だ。飛行機からプロペラもなくなる。顔を打つ空気の流れも排気の香りもなくなる。もう無縁の時代が来る。人間が空を飛ぶのではなく機械が空を飛ぶのだ。俺はそんな時代が来るまで生きていたくないような気がする。人間は銃剣で渡り合うくらいのところでやめておくべきだったと思うよ。こういうセリフがあるんですよ。で小銃も戦闘機も物の役に立たなくなる時代が来たというふうにその原爆を運ぼうとする巨大飛行機を見ながら彼はつぶやくんです。これって結構宮崎駿さんなんかと一致するんじゃないですかね。この辺がこの松本善次さんの漫画のこれが一番典型ですけど、他もまあ大体似たような話ばっかりなんですよ。でその時も爆撃機対戦闘機乗りっていうのがこう対峙されてる。で、戦闘機乗りっていうのはですね実際こんなかっこいいのがいたのかっていうとそれは知らないですよ。でもちょっと前の時代だったら戦闘機乗りにそういうイメージがあったことは本当です。第一次大戦の伝説の撃墜王に力投砲編って人がいますが、これ男爵です。貴族がやる文具だったんですよ、戦闘機乗りっていうのは。でエマニュエルガブリエル・ダンチョっていう、作家がいまして、これは三島由紀夫が尊敬した短美的なデカダンスで貴族主義的な作家ですけど、この作家は一次大戦中イタリア人なんですけど、イタリア軍で空軍にとして従軍してます。で片目失明してるんですよ、本気ですね。戦後もすごく面白いことをやってる人なんですけど、こういうような人がね孤高の貴族とかねそういうふうなちょっと世俗的なものから離れたかっこつけた作家とかね、そういう人がやる世界だったんですよ。だからそこでは騎士道とか武士道とかっていう言葉もう当時にはもうなくなってたで現実にはないでしょうけど、ちょっと幻想できる。そんな時代はとっくの昔去ってんだけど、でも現代の騎士現代のナイト現代の侍っていうのは戦闘機乗りには乗りとしてあったんです。さっき言ったゼロ戦のパイロットでの一番天才的な操縦者だった酒井三郎、今から十数年前に100歳近くで死にましたけどね、戦後に書いた自分の回想録のタイトルは「大空の侍」って言って、世界中に翻訳されました。大空の侍有名になりました。でしかし爆撃機の操縦者とかね、そっちの方がやっぱ侍じゃないんですよね。そこの夢、その夢っていうのに夢っていうのをのロマンっていうのにかけようとすると爆撃機は敵になるんです。たとえ自分の祖国のためになる爆撃機であろうとも敵になってしまう。ここですね。宮崎駿には飛行機を扱った長編アニメがもう一つあります。紅の豚ですね。紅の豚は大人の世界を描いてるってことでも今回の「風立ちぬ」と結構近いです。でこれの主人公は豚になってしまった戦闘機乗り、ポルコ・ロッソって人です。またイタリアですね。で彼は一次大戦でそのダヌンチオやリヒト砲編男爵なんかと並ぶような大撃墜王だった。しかし戦後まだ若いし軍から期待してるのに軍に背を向けてしまう。でたった一人で、海賊みたいな空賊っていうのを端から退治して賞金稼ぎをする、一匹狼になってしまう。孤高の一匹狼になっちゃうわけです。でなんでなのかってことですね。これはもう今までの話から、ほぼわかるでしょう。でお話はその空賊の方のライバルと、ちゃんちゃんバラバラをやる話が中心です。でもその空賊にやってしまった多分かつてそいつも軍人で戦闘機乗りだったんでしょう、そういうのが本当の敵じゃないんです。それは堀越と本庄みたいにライバルだけど、まあ、親友ではないけど喧嘩友達みたいな感じですね。本当の敵は何なのかっていうとはっきり出てきませんけど、イタリアの空軍そのものです。でイタリアはムッソリーニの国になりますね。でムッソリーニはですね自分革命家だと思ってます。で社会主義的なことやってます。で新しいことは好きです。だから道英将軍を道英さんを起用するんです。で道英の言うことを全部聞いてやめて空軍を独立させて、大爆撃部隊っていうのを推進するんですよ。あんまり成果なかったけど道英さんはその頃はもう持病で死にます。で紅の豚の中にはイタリア軍がそのロッソも、空賊たちもみんな皆殺しにしようとして最後バーッと向こうから大編隊組んでやってくる場面があります。明らかに爆撃機です。でその編隊の爆撃機の やり方っていうのは明らかに東映さんの理論そのもので、あるいはムッソリーニの空軍なんです。で彼らはいち早く察知してみんな雲の声で散らすように逃げてくってことが終わりですけどね。それでですね、今回の「風立ちぬ」のは原型としての漫画っていうの、これは私読んでませんけど宮崎さん書いてらっしゃるらしいんですけど、それはいわばすごい細かく書いた漫画じゃなくてラフな漫画で、それは紅の豚みたいに登場人物たちがみんな動物の顔になってる。で堀越二郎も豚の顔で描かれてたっていうんですよ。だからその意味で堀越二郎もどこかで、ポルコロッサを継いでるんですね。ちなみにそういうふうなラフで描いた漫画っていうのは宮崎さんにはかなりありまして、紅の豚の続編「ポルコロッサロッソ最後の出撃」っていうのがあるんです。これはどういう話かっていいますと、ポルコロッソがそれで空賊たちと遊んで、アドリア海でココの人生を歩んでる。で最後についにあの話に出てきた何て言ったかな、女の子が出てきますけど、その女の子とフィレっていうかな、フィレって女の子がいますね。でその2人で人生の最後の花を咲かせようとどこに行くのか、スペインに行くんですね。なぜかというとスペイン内乱に参加するんですよ。当然共和国軍です。まあ豚になった紅の豚の中で、豚には国家も豚には国も法律もねなんていうとこありますし、でそれにいろいろ空賊と喧嘩するためには多少爆撃もできた方がいいだろうって言って整備のじいさんが「焼夷弾どうだ」って言って「戦争やんじゃねえ」焼夷弾を拒絶します。だからまあスペイン行ったら当然これはアナキスト部隊だなと思いますけれども、そういう構想もあるわけです。そこだけ見てみてもこれは結構さっきの松本零士の個々の戦いをしてある時には国家と対立しちゃう戦闘機乗りというところに通じちゃいますよね。そういうようなこといわばでもそれだとそういう時代は当然なくなってきます。戦略爆撃の時代になってっちゃうんです。核兵器の時代になってっちゃうんです。もはや戦争の中に騎士道とか武士道とかあるいは子ですね、ある場合には国家と対峙しちゃうような子、敵の中にも格好のライバルを見つけて殺し合いながら友情を感じちゃうような子、そういうものは本当にお話の中にしかありえなくなるわけです。それがこの時代にはちらっと戦闘機のというところに現れた、ここですね。ここが結構この「風立ちぬ」のポイントじゃないかと思います。戦闘機と爆撃機、この対立こそが「風立ちぬ」というお話の、根本のところにある、その意味はまあなんとなく分かっていただけたんじゃないかと、思います。で松本零士さんの話なんかをしましたけれども、宮崎駿さんって人自身もやっぱりそういうふうなところで戦闘機の側に立ってる、人なんじゃないか。で先ほどもちょっと引用しました、半藤和俊さんと、宮崎監督との対談、この「腰抜け愛国談義」っていう文春ジブリ文庫とか出てる方を見ますと、面白いことがいっぱい書いてあるんですね。この堀越二郎さんの、史実についても、書いてあります。でそれはですね堀越二郎って人は、天才肌だった。で一種山師的カリスマ的オーラのある人だった。それに対して本城喜朗という爆撃機の方の人はまともな常識人だった。人当たりのいいまともな常識人で努力家の人だった。つまり天才型と、秀才型だった。そういうふうなことが書いてあるんですね。でさらに書いてあるこっちの方がさっきの、松本零士さんの漫画の引用とか紅の豚のポルコロッソの話とかを連想しながら聞いてほしい、思い出しながら聞いてほしいと思いますけど、ゼロ戦っていうのは1万機作った。日本負けましたから特攻機なんかにもいっぱい使われましたから1機も帰ってこなかったっていうふうに最後のカプローニさんと出会う草原の夢で、お話の中でも堀越二郎はつぶやきます。しかしね1万機作ったっていうのをね知ってね世界の航空技術者たちはねぶっ飛んだらしいんです。ですごい職人的なね作られた戦闘機で作るの大変らしいんですよ。大量生産ってのはすごい向いてない飛行機らしいんですよ。でそれ日本人は1万機作ったってすげえなってでもそもそも近代戦で、しかも特攻なんかより消耗的なのがこんなの設計すんなよっていうニュアンスですね。でそれに対して、本城機動さんの方が作った知識立航とか本城機動が作る飛行機ってのは裁量生産に向いててすごく作りやすかったらしいです。で本当だとしたら非常に象徴的な話ですよね。だから戦争に向いてないんですよ、やっぱり堀越二郎の飛行機っていうのは。まあ一切飛べばすごい性能を持っていましたから。で大空の侍酒井三郎が取ると大撃墜王になるだけのものですから、兵器として優れてないわけじゃないんだけど、近代戦さらに現代戦、そのねさっきから何度も言っている戦略爆撃の時代、量の時代、数の時代、あるいは大空の侍じゃない普通の波のパイロットが乗っても爆弾を落とせるとか敵に射撃できるとかの時代でしょう。でアメリカの飛行機っていうのは大体そうです。その後どんどんそうなってきます。コンピューターが導入されるとますますそうなってきます。でもその前の時代の最高傑作なんですね。でそれが好きな人だったんですよ多分、この、対談で宮崎さんなんかが語ってることを言うから、堀越さん。そうするとまさにこれは豚の顔をしたポルコ・ロッソだし、松本零士が描いた核兵器の時代がなんか来ちゃったら戦闘機のように俺たちはどうなんだってことでむちゃくちゃなことをしちゃう人、そういう人と同じ種類の人間なんじゃないかというふうに、見えてくるわけです。それで、この堀越、二郎と、本城亀郎との2人の違いっていう性格の違いっていうようなものを、今ちょっと言いましちゃっと触れましたけど、それを深く考えると今までは全然触れなかった「風立ちぬ」というアニメの全然別の側面っていうのにも光が当たってきます。でそれはラブストーリーとしての側面ですね。これも結構離れ技で成功してるかどうかは人によって意見あるでしょうけど、この「風立ちぬ」っていう映画はタイトルからして堀達夫の小説ですね。堀達夫の恋愛小説のタイトルです。で堀つながりだってとんでもないことでつなげちゃうのが宮崎さんなんですけど、堀達夫の、小説の世界、まあ、自分をモデルにしてますから堀達夫の世界って言ってもいいですけど、それが中にミックスされてるわけです。先ほどちょっと言った、関東大震災の時で出会って、でそれからあと開発がスランプになって失意のうちで軽井沢に行ってそこで再会する里見直子さんというお嬢様との恋愛ですね。でこれは堀達夫の世界の中です。堀達夫の「風立ちぬ」っていう小説とあと「直子」っていう小説、その辺りからいろんな場面とか着想とかを入れてます。その通りではないですけど、それを何か堀越二郎にやらせちゃうことがむちゃくちゃなんですけど、でもそのこともですね、一つ一貫してるというかちゃんとつながってるなっていうのが実はちょっと突っ込むと分かってきます。それが分かったのはですね、しかし私一人で考えてるだけではダメで、いろんな人がいろんなことを言ってる中で岡田敏夫さんですね、オタキングのあの人が結構なんか語ってて電子書籍にもなってますけど、それは非常に参考になりました。岡田敏夫さんとかあるいは町山智博さんとか、まあどちらも私と同世代ですけど、その辺のまあ超オタクですね、プロのオタクですね、さすがだなというふうに、思いました。まあ、もちろん2人の意見には私異論もいっぱいあります。ここは違うんじゃないか、こう半周を上げると違っちゃうんちまた別なんじゃないなんてのはいろいろありますけど、基本他のいろんな論者に比べればはるかにすごかった。特に岡田さんの場合ですね、私が感心したというかこれは俺気づかなかったわというところがありまして、それはですねお絹っていう女中が出てくるんです。関東大震災の時に女の子を救う。でもそのお嬢様の里見直子も救うけど、里見直子のお付きの女優のお絹さんを救う。で大震災のこの間骨折しちゃって助けが一番必要なのはお絹さんなんですよ。お絹さんを背負ってきます。でその2人っていうのも象徴的です。お嬢様は本当に当時のお父さんなんだか知りませんけど軽井沢に行ってるかすごいハンサムで、西洋風のカリオスト伯爵みたいなお父さんが出てきますけど、まあ、どっかの財閥の偉いさんかなんかなんですよ、オーナートップかなんかなんですよ。それのお嬢様で堀越二郎とは英語やフランス語でやり取りをします。でそれに対して女中のお絹さんは大震災の混乱の中で記者が脱線した時に機関車が爆発するから怖いですっていうふうにパニクってるわけです。まあ、そういうふうにパニクればどんな人でも結構そうむちゃくちゃになるとは思いますけど、そこで帝国大学生の東京帝大生の、堀越二郎は極めてクールにバカなことを機関車は爆発しませんっていうわけです。まあ、実際その時は火は止まってますしバーッと蒸気も排出されてますからしないでしょう。それできるのは特に力に入ってるインテリの冷静さであってね、でもその方にバカなことをって言っちゃうわけです。知的な意味でも階級違うわけですよ。しかしですね、だからその時この物語の恋愛部分は堀越二郎と直子さん、お嬢さんの直子さんだっていうふうに普通みんな思っちゃいます。私もそれだけでそれ以外あまり考えなかったです。ところがですね、その後、関東大震災を助けた後名前も告げずに、堀越二郎は去るんですけれども、お絹さんは心から感謝して居所を探し当てて、その時、骨折を治すためのつっかい棒にした彼の大事な計算尺ですね。でそういうのを一式と、手紙を添えて返しに来るんですよ、深川にあった東大航空研究所に。でその時彼は会えなくてすれ違っちゃって、で来たってことを知って慌てて追っかける、けどもう遅いって場面があるわけです。でそれは単に俺言ったことないの感謝それだけだったのかってだけかもしれません。最初見た時は私はそう言うんだ。でも岡田敏夫さんは最初は堀越二郎はお絹さんが好きだったんじゃないか、お絹さんとの将来のようなことを考えなかっただろうかって言ってるわけです。はっきりそれがあるとまでと場面は私はないと思います。でお絹さんは実はそれはお嫁入りする寸前で、最後に間に合ってよかったって後で言ってたっていうふうにお嬢様の方が言います、直子さんが言います。でそれでですね、今その後軽井沢であった時はお絹はもう子供が2人いて、幸せな普通の庶民でしょうけど、貧乏な庶民でしょうけど普通の庶民として幸せな生活を送ってるらしいってことを聞いて、堀越二郎はそれは良かったっていうふうになるわけです。でこれを要素を教えてくれたってことで、私はああそうなのかと思ったんですね。どういうことかっていうふうに言いますとね、本条亀郎はどういう恋愛をしているのか、っていうとそういう場面が全く出てきません。でまあそういうふうな派手な恋愛なんかはしてないでしょう。まあエリートですから彼は決してモテなくもないですし、アニメではある意味じゃ堀越二郎よりもイケメンに描かれてます。堀越二郎は可愛い感じですよね、少年ですね。本条の方が青年でイケメンって感じですね。でも彼は技術者として、本格的にやるときに突然親友の堀越と飛行機の話とかをしたときに飛行機とか日本の将来の話をしたときにちょっと東京に帰って嫁もらうんだいきなり言います。ってちょっとびっくりします。でまあ仕事を本格的にやるには家庭をちゃんと守ってくれる嫁が必要なんだっていうわけですね。まあ当時としてはこれは商会か見合いかの結婚でしょう、平凡な。でもまあそれからあと堅実な結婚生活を送れそうだなっていうふうな感じがします。でそこでこれは矛盾だってことを言います。まあその前から矛盾だってことはなんか何度かこの人言うんですね。これはいろんな解釈があるでしょうけど、私はむしろ軽い意味があると思って当時の日本のそういうふうな知識階級、彼らは理系ですけど文系ならもっとだけど理系も含めた知識階級にとって全員が必ず読んでなきゃいけない本っていうのはこれは西田幾多郎の禅の研究です。で当時一高から東京帝大に行った人、私が知り合った時は80ぐらいでしたけど、やっぱりあれですか、あの頃禅の研究読んだんですか。読んだよ、こう一高入ったらすぐ読まなきゃ分かんないからみんなやっぱもう相手されないもんって。面白かったですか。全然分かんなかったよ、でも読んだんだよ、読まなきゃなんないんだよ。2円だったよ、2円。あ、いや、他のとこは他の方で読んだことあったんですけど、2円が初めて聞いたよと思って、思いましたけど。でその西田幾多郎の哲学で、分かったか分かんないかともかくキーワードはあれですね、絶対矛盾の自己同一ですね。だから矛盾って言葉は当時の理想インテリ青年だったらキーワードなんです。いわば流行語みたいなものなんです。まあ、場合によっちゃヘーゲルとかマルクスとかの弁証法も入ってるかもしれない。で堀越二郎はそういうこと一切言いませんね。そういう教養はあるはず、当然帝大生たち身につけてるはずなんだけど、彼はやっぱり自分の興味のあることしか言わないんです。それに対して本条亀郎の方は当時の知的流行語みたいなものもフラッと言う、それぐらい普通の人なんですよ。普通のエリートなんです。だから当時の当たり前の路線で普通に見合いだから話しないけどお嫁さんをもらって普通の家庭生活を送りながら技術者としてまた普通に真面目に精進する。だから、会社の方の方針通り作りやすい爆撃機を作ってたんだなっていうのがなんか感じられませんか？でこういうふうな生き方、あるいはなんていうのかな、堀越二郎が直子さんじゃなくて沖野さんを選んだ時の生き方で、沖野さんは機関車爆破するっつって強要はないでしょうけど、でも家事パンパンは完璧に多分やるでしょう、直子さんよりやるでしょう。で普通の庶民の女性たちの中でも女中やってるっていうのは輪をかけて鍛えられてます。だからそっちの方は全部任せることができるお嫁さんになれるでしょう。で堀越一郎の妹さんが出てきます。この妹さんは当時の時代の中で一番女性の自立していきたいっていうのを本気で願う本当に稀な女性で、そうなるとまあこの人は医者を目指すわけですけど、それくらいしか道がないですね。でそのためにもう全力を挙げてお医者さんになろうとして、その夢を実現します。でこの人たちっていうのは生活の世界に住んでます。生活っていうのは生産ですね。それは非常に辛いことです。生活苦っていう言葉はあるけど生活楽って言葉はない。かつてはその生活が毎日の基本だったから日常生活って言葉が使われました。日常と生活とは切り離せなかった。それが今から30年ぐらい前、日本が豊かになって日本人が余暇をたっぷり持って、生活から逃れられるわけはないんだけど、生活以外のものっていうのもなんとなく当たり前に持つようになったあたりから日常と生活が分離し始めてた。これがちょっと 3,4 年ぐらい前から私が何かにつけて言ってることです。日常はあって非日常って言葉はある。でも非生活って言葉はない。我々は生活から本当は逃れられないんです。ただ生活を見ないで済ませるようにする、あるいは生活を相対的に軽くする、生活苦をですね、そういうふうな楽しいこと、そういうことが随分増えたから、我々は日常っていうふうに言うようになった。終わりなき日常を生きよって宮台真司さんの言葉がありましたね。京都アニメーションの「日常」ってアニメがありますね。でも生活ってアニメはない。生活って漫画はあります。まさに現代における生活苦を描いた重光なんだっけ重幸か、の漫画です。それが分離してるわけですよ。でその時に本條喜朗はそういうふうな普通のまっとうな人として、生活を選んだ。で妹さんもより良い生活だけど、生活のところで進もうとした。でおきるさんみたいな人、女中のおきるさんみたいな人には生活を生きていくしか道はありません。そういう人たちも今生きてれば、昭和の終わりから平成に生きてれば、そういう人たちもそれなりの消費生活を楽しめる豊かさがありますから、日常を生きるでしょう。でしかしですね、堀越二郎はどうなのかっていうと、その生活が圧倒的に強い時代にそこから飛翔しちゃいます。おきぬさんは選ばないで、軽井沢であった直子さんを選んじゃいます。まあ盛り上がって結びつくちゃうっていうのはロマンチック恋愛ですから、そういうもんなんだっていうしかないんですけど、相手が結核で治るかどうかわからない、絶対治しますって言ったって当時結核が治るわけないんです。それを選んじゃう。これはもう日常じゃないですね。非日常の方を選んじゃったわけですね。ぶっ飛んじゃったわけ、吹っ飛んじゃったわけです。でまさに秀才本条じゃなくて、カリスマ的でオーラのある天才の堀越二郎ならではです。史実では全くないですよ。史実は多分本条と同じの結婚したんじゃないかなと勝手に思いますし、岡田敏夫氏は宮崎駿さん自身は東映動画っていう60年代最大のアニメ会社のアニメーターの同僚と普通の結婚してますから、どっちかっていうと沖野さんを選んだタイプですっていうふうに言ってます。ところがこの物語の中の本条じゃなくて堀越二郎は直子さん選んじゃうんですよ。先の長くない直子さん。でこれはもちろん堀達夫の原作の影響が反映しているわけで、堀達夫という人がですね、この「風立ちぬ」っていう小説で、これは結婚しません。この小説では婚約のうちにこれは節子さんですけど死んじゃいます。結局でそれで真の婚約っていうのを描こうとした。つまり全く純粋にお互い同士だけを思い合って一番美しいところを分け合って、でもそんなのは現実には長続きしないでしょ。でも長続きしなくても一緒にいるためには生活を共同しなくちゃならなくて、昔のことでぬかみそくさくならなくちゃならないんです。でもそれすらも拒絶する。そんなふうな不純物もそれは不純物でし拒絶する。どうすればいいのってことです。直子では結婚するようで、この世はそっちを取り入れて結婚しますね。でも結婚するけど新婚の中で終わっちゃいますね。ちょっと病気が重くなったところで直子さんは自分でサナトリウムに行ってしまう。でそれを見送った上司の奥さんは一番綺麗なところだけを好きな人に見てもらいたかったので、本庄じゃなくて堀越二郎の方も一番綺麗な一番純粋なところの2人だけをの時間だけをひたすら味わって終わっちゃうってことにするわけですよ。まあ、真の婚約っていうんですよね。これ真の新婚ですね。でもですね、僕たちにはもうこれ1秒1秒が大事なんです、1秒1秒生きてるんですって言って、すごいですけどロマンチックの極みですけど、これは続かないよ普通って思うでしょう。鶴見俊介っていう人は恋愛結婚した後結婚生活が始まると伝承法的に新しい段階が来る。伝承法ってのはこういうふうに使うんだっていう、誰にでも分かる哲学や思想用語辞典っていうのがあって、伝承法って言葉なんですよ。でどういうふうに説明してるか分からないです。こういうふうに書いてあったんで私はぶっ飛んだんですけど、ある意味正しい。つまりそういうふうなロマンチックな言葉を言ったりずっと手を握っててなんてことはもうなくなるけれども、その代わり生活を共により良くしていくチームワークが生まれる。でこれが弁証法的発展だって鶴見俊介が言う。でも現実にはそれだったらうまくいく。でうまくいかないのは恋愛では良かったけど結婚はうまくいかなくて破綻する。未来結婚と恋愛結婚では恋愛結婚の方が圧倒的に離婚率は多いですね。今時見合いないだろうっていうけど、だから盛り上がんない、まあ好きは好きだけどなんかいろいろうまくいきそうなんじゃない程度の結婚と、もうとにかく盛り上がっちゃってあっという間になんかあれよあれよっていう間に、だそっちはやっぱ危ないですね。離婚率高いですね。じゃあどうすればいいのっていうと、当然ここでは直子さんは結核で早く死ぬから、それで全ては完結するわけです。そういうフィニッシュを選んじゃったっていう話なんですね。でその後どういう時代が来るか。軍事的には戦略爆撃の時代が来る。先進国は飛躍的な経済成長、人類始まっての経済成長する時代が来る。で我々はブラック企業だとか不況だとか格差とか言われるけど、昔から言えばこの人たちに比べるとはるかに豊かです。余裕があります。暇があります。その暇で恋愛もしてます。でもそれはぬかみそ臭い生活がそれくらい遠ざけられるからできるんです。と同時にロマンチックラブではないですね。そこまで盛り上がられるほど盛り上がって、それを持続させるほど、我々はまた豊かではないです。そういうちょっと中途半端な、恋愛に似たものをやってます。まあそれでも楽しければ全然いいですけど、昔の絵とは結構違うんじゃないということがあるわけです。でそもそも日本人はロマンチックラブなんてものは知りませんでした。真珠とかそういうふうななんか変なふうに盛り上がっちゃう狂気みたいのは日本人は知ってたし好きだし、歌舞伎や何かで描きました。でスイタコレタはそれ一般的に普通にあります。まあそれはスイタコレタったらお互い同士いいとこ見せつつだろうけど、それは完璧に綺麗なんてないよって初めから分かってる。だからぬかみそ臭い生活の中に酒も入った匂いのする生活が入ってってもそんなおかしくはない、それで幸せには結構多くの人がなれます。でもロマンチックラブっていう思想がお互い同士をとことん尊重してとことん好きでとことん美しくなり上げ合っていくっていうような思想が近代になって明治から入ったわけです。で日本の特に、そういうふうな西洋から来る本を読むような階層は憧れます。でその究極のところに堀田荘の小説なんかがあるわけです。でもですね、これは日本人がこれに憧れるのはいいけど、根本的に前提条件違うことをみんな全然知らなかっただろうって言ったのが伊藤聖という人の「近代日本における愛の虚偽」っていう名論文です。ちょっと難しいです。でもよく読んで理解するとすごいことが書いてあります。どういうことが書いてあるかっていうふうに言うと、ヨーロッパでは青年はいくら強く女性を愛していても十分な収入なしに結婚するのは悪徳であるという安全な社会通念が存在している。そういう者たちの愛を口実とし前提とする結婚はヨーロッパでは妥当なものとみなされないのだ。つまりお互い同士、美しいままで可能な限りお互いを愛してずっと続けていくってためには働いてる余裕なんてないですよ。だからぬかみそ臭くなくするにはどうすればいいのっていうのは全部女中や下男に任せればいいわけですよ。仕事ってのも全部会社の社員に任せればいい。自分は何、社長なんてのもあれ経営者で仕事するんだから人に任せるんですよ。自分は何ってオーナーとして配当をもらう、利子をもらう。それだけの高尚のある人じゃなければ恋愛なんかしちゃいかんのです、美しく愛だけに生きれるわけないから。19世紀までのヨーロッパでは娘を結婚させる時、父母は娘の生涯を保障するに至る持参金を持たせ経済的独立人として人妻にしてやったのだ。で男はまあ分かるけど、女の子はどう思うっていうと、女の子にはお父さんが財産をあげる、多少まとまったお金をあげるのとかじゃないですよ。今の日本って言ったらマンション3軒ぐらいあげるから、お前これからずっと月収は100万は買えるからねと。そうすると旦那と喧嘩したり、旦那となんかうまくいかなくて旦那が浮気した時にいつでも離婚できるし、離婚はしないまでもそれを担保として対等にやり合えるでしょ。それをやります。で今現代だからマンション3軒ぐらいあってて例を挙げましたけど、19世紀のフランスとかイギリスとかの小説の主人公のお嬢さんっていうのは親から何もらうかっていうと植民地の債権です。アルジェリアとか中東とか南米とかアフリカとかのでっかい農場のこれくらいっていうのを収入はお前のだからねと。お父さんはその何百倍をやってて世界を支配してるけどねって、そういう世界なんです。それだったら男女平等ですよね。ここまでいかなきゃ逆に男女対等もないし、対等の恋愛もないんです。日本の場合はでも結構お金があればあれですね、旦那に対して対抗してそれだったら別れちゃうよって人今いっぱいいますね。で背景がなければシングルバザーになって落っこっちゃうしかないです。でもそうじゃない人はどうするとお父さんのところに帰るんですね。だからお父さんのところに帰るって形でそれを実家を担保にして対抗することができます。でも独立できません。それはあくまでお父さんの従属物、実家の従属物に帰るだけです。だから日本の場合は子っていうのがなくて夫婦別姓があるんです。向こうの場合は別姓じゃないですね、独立の姓です。それは旦那からも対等、お父さんや実家からも独立、それは財産分与、その巨大なね植民地のプランテーション一つぐらいの財産を分与されているからです。これは私はぶっ飛びましたね。日本では、すなわち愛が失われても人格が保障されるだけの支えを与えるべき責任が娘の父母にあったのだ。日本では持参金付きの嫁は夫の非力の証明とされていた。彼ら、これヨーロッパ人ですけど、ヨーロッパ人において愛による結婚生活は十分なる経済条件という暗黙のしかし強靭な習慣の上にのみ存在していたのである。身も蓋もないですね。でもこれを前提にしなければ西洋の恋愛小説とはどういうふうに生まれたかっていうのは分かんないんです。でそれだけのあれがあればそれからあともずっと2人とも、まあ、年取っていっちゃうのはしょうがないけど美しく年老いていけるでしょう、美しく優雅に。だから伊藤説としては嫌う文学者多いんですよ。一番自分たちが触れてほしくないところをズバリ言っちゃうから。こういうふうに考えますと日本の場合近代そういうふうな双方が独立した経済的なものを背景として立派に美しくなって愛し合うっていう近代は訪れなかった。その前の戦前の結婚って言えば家と家との結婚、結婚って言えばお姑さんが出てきて姑が出てきてで旦那の方もいろんな付き合いに出なきゃいけなくて、まあ、今では基本そうですけどね、そういうふうな結婚っていうのよりもうちょっとお互いを一応尊重するって世界がほんのちょっとだけできました。それは当時の、まあ、西洋的な文化的なものが一応理解したセレブたちです。その人たちは夏だとみんな軽井沢に行きます。だからあの映画には軽井沢の場面があるんです。そこで、まあ、直子さんと再会するんですけど、あの中で、まあ、私が趣味的に一番好きだった「会議は踊る」っていう歌、ドイツ語の歌が流れてそれをみんなで合唱する場面があります。そこにいた謎の外人、ゾルゲだっていうふうに町山智博氏は言ってますけど、私はゾルゲではなくてカール・レイビットだってあえて異を唱えたりして、まあ、どっちでもいいですけど、それがピアノを叩きながら「会議は踊る」って当時最大のヒット映画ですね。でそれの主題歌で当時そういうふうな旧制高校出たぐらいでちょっとみんなドイツ語習いますから、そういう人たちはみんな歌えた。今だったら何でしょうね、ビートルズの誰か知ってる「レッド・イット・ビートル・イエスタディ」そういうふうに当たりますかね。でそれをその外国人が弾きながら歌い始める。そうするとそれに合わせて堀越二郎が歌い出します。で直子さんのお父さんが歌い出します。他のみんなも歌い出します。でいた外国人の女性はその主人公の中に出てくるヒロインのお話はね、ナポレオンが負けた後のウィーン会談でメッテルニキと各国首脳がいろいろ米に暗に外国取引をしてる。でロシア皇帝がいる。でそのロシア皇帝に見初められたウィーンの町娘とのたった一晩の恋の物語で、その女中さんに扮した人がダンスをしている。でそれでその歌でみんな盛り上がるんです。でその歌のメインのところは人生にただ一度っていうんですね。人生にただ一度ほんの短い間ってそういう歌なんです。でそれを軽井沢でみんなで盛り上がってる。あの場面は非常に好きで、まさに当時の日本の近代っていうのはここまでは来てたけど人生にただ一度の短さだし軽井沢だけなんだよっていうことです。でしかもその合唱の中に直子さんがいないんです。たまたまその前のところにちょっと結核悪くなったからっていうのがあるから伏線あるんですけど、だからつまり日本の場合はそれくらいとセレブであっても直子さんはまとまった財産はもらえないんですよ。当時の最大の財閥の依頼するんでもそれだけの余裕はないんですよ。その辺っていうふうに考えると結構そこは深いんじゃないか。そういう時代があって、でそれからあと日本はそこまでの豊かさは結局達成できなかった。ただセレブじゃないみんなもそこそこの余暇と、余裕みたいのは得て、そこでロマンチックラブから随分違う恋愛みたいなものもごく普通になった、そういうことです。で、戦闘機パイロットがまた戦闘機を作る人が侍で、騎士でっていう時代もその頃と一緒に去っていったということです。またそれはですね、もう一つ付け加えると、さっき計算弱ってことを出しましたね。お絹さんが骨を折った時に堀越二郎はさっと自分の計算弱を出してそれを当てて縛って、使い子にします。で計算弱はやたら出てきますね。で高度成長期ぐらいまでは日本の技術系の人はみんなあれを持っていて、何かっつうとあれを合わせて計算したんです。で私の親父なんてのは学校全然出なくて使えてるかよお前なんて思いますけど、それでも設計屋の製図を書くのの一番下っ端ですから持ってました。あれは足し算引き算掛け算割り算から対数計算、ルートの計算、それくらいまで全部これだけでできるんです。でもですね、ゼロ戦はそれで作れた。でも戦略爆撃の最悪である核ミサイルは作れるか、月に行けるか、それは無理じゃないですかね。そこで次に電子計算機、電気計算機ができ、次にコンピューターができます。それが電卓になります。だからそうするとどういう仕組みか分かるんですね。あれはメモリー見れば一応数学分かったらどういう仕組みが見れるんですよ。その限界です。今のコンピューターの素子は分かんないでしょ、どんな詳しい人でも。その前の時代なんです。でタバコとマッチも出てきますね。あれもその時代です。で蒸気機関車、一線蒸気がよく出てきますね。それもまさにその時代です。で宮崎駿って人もその時代のアニメーターなんです。だから全部自分で描ける。もちろん全部自分、共同作業ではあるけど今のアニメーターの共同作業、さらに CG なんかを使うものじゃないですね。本当は全部自分で描けるんだけど、やっぱり時間そんな余裕で人にもやってもらうけど、基本的に一人で全部描いて自分の技術というので作っちゃう、そういう時代の多分最後の人なんでしょう。その人がまああの人おかみ老年だから本当かどうか私信じられないけど、一応何度目かの引退宣言っていうのをしたってことなんですよ、この映画を作った。それも今この話の続きから見ると一つの意味ってあるんじゃないですか。まあ、また翻すかもしれないけど、じゃあそこで最後にですね、一番最初に問いかけた問いですね、答えを近接季節で答えますっていうふうに言ったので、その答えを出して私の話を終わろうと思います。一番最初にカブロニ伯爵が出てくる。岡田敏夫さんはね、これ岡田敏夫さんに私は注意を唱えるとこなんだけど、カプローニ伯爵も何も全部彼の夢なんだから、彼の分身だ、堀越二郎の分身が喋ってんだっていうふうに言ってます。まあそういう解釈もできるでしょう。でもね、最初の方でね、カプローニ伯爵が出てきた時に「君は日本の少年だ」ね「僕の夢ですここは」って言うと「えっ?」って言うんですよ。私の夢だよここは、君の夢と僕の夢が融合しちゃったんだねって言うんですよ。自分の夢だったらそれ言わせますかね。だからこれはそこのところは本当にファンタジーで夢つながってるっていうふうに、ジブリのファンタジー映画じゃなくてこれはリアリズム映画で全部堀越の夢だって岡田さんは言います。私はそれをわざわざ言わせたっていうのはそこだけは融合してるんじゃないかなと思います。だからカプローニ伯爵は堀越の分身ではなくて他者なんです。爆撃側なんです。でそれが一番最初の時ね、爆撃機を見ながら半分も帰ってこないっていうわけです。でこれはラストで称号してますね。ラストで、君の10年はどうだった、まあ頑張って充実してましたけど最後はボロボロでした、国を滅ぼしてしまったんだからな。でそこにゼロ戦が向こうにかっこよく飛んできます。で一機も帰ってきませんでしたというふうに堀越は言うわけです。半分帰ってきた、半分弱が帰ってきたカプローニの爆撃、一機も帰ってこなかった堀越の冷戦、そう考えた時にこの国を滅ぼしてしまったんだったらどういうことかっていうと、非難はしてない、一種考えみたいな形で言って、やっぱりこれは0戦は趣味だったんじゃないか、趣味だから非常に量産しにくい飛行機を作っちゃった、本条みたいに、普通に常識通り結婚して、常識通りインテリらしく矛盾なんて言っちゃって、でそれで、国のためにも作りやすい爆撃機を作って、貢献するという人ではなくて、趣味に走る天才、狂気をはらんだ天才である堀越二郎はすごい作りにくい飛行機を作ってしまった。それで国を滅ぼしたっていうふうに言ってもいいですし、さらにその延長でぶっ飛ばせばですね、カプローニ伯爵は道栄少佐の知り合いでしょ。でうちの道栄君が言ってるようにさ、日本も戦争、どうせ戦争するんだったら真珠湾じゃなくてニューヨーク戦略爆撃しなきゃダメだろうと。そのためにはそこまで飛ばせる飛行機っていうのを本条君がみんなで協力して作ったらどうだったかねと。そっちの方やんないで君はサバの骨みたいな綺麗な飛行機を作るようにやった。まあそれは同じ現時代だからすごく気持ちが分かる、同情的です。でも国を滅ぼしてしまったんだからボロボロにはなるよな、それは引き受けなきゃな、そう言ってるわけです。実際富岳っていう爆撃機計画がありました。巨大な羽にそれぞれに3発プロペラが発動機がついてる。でそれで太平洋を渡ろうとしたんです。太平洋を渡るだけじゃありません。ロサンゼルス、サンフランシスコをはるかに越えて、アメリカ大陸をはるかに越えて、ニューヨークに爆弾の雨を降らせる。どこに降りんの？大西洋も渡る。で、UFO ドイツに着陸する。アホですかって言うんだけど、実際全く作れませんでしたけど、計画はしっかりあったんです。末期になるともう特攻作戦をやりますからね、大西洋は越えなくてもいい、ニューヨークに行ってそこに爆弾を落としてそこで自爆すればいい、あったわけです。それをもし一番最初に真珠湾攻撃の代わりにやってたら、まさに同栄理論の最初の優等生で、まあ、日本勝てたかどうか何とも言えませんけど、場合によってはそれは国が滅ぼらなかったかもしれないわけなんですよね。でしかしそちらの方は多分堀越二郎が考えたこともないではないですかね。それが国を滅ぼしてしまったんだからねの意味だというふうに考えたらどうでしょうか。ではそこまでいったところで、この今日の話は終わらせていただきます。